じゃあこっちのチャンネルではちょっと、まあ、秋葉監督に代わってエスパルスがどんな風に、まあ、変わっていったか変わったかっていうのをちょっと話していきたいと思うんですけど、はい、はい、まあ、本当にごめんなさい、感想としてはなんか、まあ、結果がもちろんついてきてるので、はい、なんか全然ちょっと前と気持ちも全然違いますよね、エスパルスに対する、ね、はい。なんか正直もう動画でも出したんですけど、うん、はい、ほんと少し前ですね、結構絶望的な時があって、あ、はい、みんなそうだったと思いますね。ね、砂肝さんもそうでしたよね、きっとね。そうですね。だいぶ大丈夫かなって、なんかもう結果もそうですし、なんか本当ね、気持ちの部分が見えないとか、はい、まあ、もちろん絶対選手はね、頑張ってやってるんですけど、はい、なんか伝わってこない物足りなさがちょっとあったりとか、うん、なかなか、そうですね、それは、はい、多分みんなが焦ってたからだと思うんですけどね、選手が結果が出ないっていう焦りで、うん、なんていうのかな、気持ちが入ってないように、うん、サポーターからは見えてたのかなっていう、うん、思いますね。もう本当にただ結果っていうところだけなんですね。はい、うん、でもなんかまあサッカースタイルはやっぱり変わりましたね、うん、監督が変わってから。あ、だいぶ変わりました。だいぶ変わりました。私からすいません見て、まあ、はい、あんまり詳しくない人間からするとやっぱり本当一番変わったのが、はい、やっぱりなんかポジショニングなのかな。そうですね、その戦術っていうか試合のことで言うと、はい、なんかいろんな場所に選手が自由に動いてる感じがして。そうですね、そうですね、それがまあなんか生き生きしてやってるように見えたりとか、はい、楽しそうに見えたりとか、勢いがあるように見えたりもしてますし、はい、なんかそれが本当に得点に、まあ、直接的につながってますし、はい、まあ、一番 その試合で見る違いはそこかなというふうに思うんですけど。そうですね、うんうんうん、やっぱりそこは大きいですよね。大きいですよね。まあ本当にその話で言うと乾選手が分かりやすくそんな感じがするんですけど、はい、乾選手の今の役割って、はい、まあ、私みたいなとも簡単に分かるように言ってもらえると、どんな、なんか役割を今こなしているんですかね。昨シーズンの乾選手って、うんうん、はい、左サイドハーフだったんですよね、はい、うんうん、左サイドハーフでドリブルを仕掛けて、うん、なんだろう、他にはない色を出すっていうか、うんうん、そういうアクセントをつけるっていう、乾選手が違いを見せて他の選手と違うプレーをして、うん、うーんっていう感じだったんですけど、はいはいはい、今乾選手はトップ下に入って、うん、そのドリブルすることは少なくなったんですけど、うん、その代わりそのボールをキープできるんで、うん、そのサイドハーフを活かせれる、味方を生かす、その黒子役っていうんですかね、うん、黒子役なんだけど、うん、めちゃめちゃ目立ってるみたいな。確かに今黒子って言われて一番目立ってるけどなと思いましたけど、でもそういうことですね。そうなんですよ、ね、うん、だから味方の使い方がすごい上手いなと思ってて。なるほど。うん、うまくサイドハーフを生かしてるなっていう感じが見えるので、うん、もともとそのトップ下ってポジションってそういう役割の人なんですか。はい、そうですね、なんかまあチームの戦術にもよるんですけど、うん、点を取るトップ下がいたり、うんうんうん、エスパルスの乾みたいにそのパスとか、うん、その味方を生かすっていうトップ下がいたりっていろんなタイプがいるんですけど、わりかし今の乾選手がやってるそのスタイルって結構稀っていうか、昔は多かったんですけど。あ、そうなんですね。そうですね、今はなんかあんましこういうタイプっていないので。へー、そう、見てて楽しいですね。い
や、なんか本当楽しいですよね。だってなんかちょっと前にこの右側にいたと思えば今度は真ん中にいるし、はい、左にいるしとか、そうそうそう、なんか本当どこにでも犬いるじゃんみたいな感じに思うんですけど、まあ、運動量もすごいと思うんですけど、それでもなんかボールをつないでいく、うん、まあ、センスもそうだったりとか、そうですね、うん、見ているだけで楽しいですね。それでやっぱり乾選手自体が、うん、その、はい、今のトップスターすごい楽しんでやってるってことを、うん、言ってたので、うんうんうん、だからそれもストレスなくやれてるっていうのはすごくいいことだなと思うんで、うん、なるほど、うん、おー、でもそんな乾選手が見れて本当に嬉しいですね。やっぱり海外ですごいちゃんと活躍した選手が来てくれて、はい、うん、なかなかそのね、少し前までは、まあ、乾選手らしいすごいプレーはありましたけど、はい、なんかすごいものすごい活かせてたかっていうとそうでもなかったじゃないですか。うん、そうですね、うん、だからなんかここまでやっぱり楽しそうな乾選手見ると嬉しいですよね。私も中山選手が、はい、やっぱり中山選手もともと好きなんですよ、はい、うん、注目している選手で、でそうなんですけど、なんかもう本当最近より強みが出ているなっていうふうに思って、はい、そうですね、はい、ボックス内によく走っていくし、うん、なんか得点に絡むシーンすごい多いですし、中山選手のその足の速さとかではない、なんか違う面、うん、なんだろう、ゴール前での冷静なプレーっていうか、そうですね、堂々としたところとか判断力とかがすごい、やっぱすごい選手だなっていうふうに思ってて、うん、うん、で最近の試合でもそういうプレーよく見るので、そうですね、うんうんうん、なんか前の中山選手だったらなんかとりあえず縦に突破みたいな感じだったんですけど、今はなんか俺に預けろみたいな、うん、そう、なんか真ん中にも行くし、うん、そう、ま、ちょっと横に行って、うん、あの岸本選手が上がりやすいように気を使ったプレーをやってるのかなって、それがなんか中山選手が考えてるのか、秋葉監督になって、うん、秋葉監督の指示なのかっていうのがちょっと分かんないんですけど、うんうん、でも秋葉監督になってそこが結構変わったとこかなって思いますね。うん、うん、本当そうですよね。そうですね。どうですか、あの秋葉監督の印象というか。いや、まあなんかだいぶ攻撃、うん、躊躇しない監督だなと思ってて、うんうんうん、もう本当に守備もラインをすごい上げて、うんうん、ハイラインでみんながなんか点を取りに行く姿勢を見せて、うんうん、まあ、それが守備のカウンターを食らった時にちょっと怖い部分ではあるんですけど、うん、でもセンターバックの高橋選手だったり、うん、キーパーの権田選手のその判断能力だったりが優れてるので、うん、そんなにピンチにもなってないですし、うん、そこがなんか攻撃への姿勢がすごい秋葉監督には感じて、うん、そうですね、そこは長所ですよね。うん、なんかね、ベンチのメンバー見てもうん、いつまで攻めるんだっていうぐらい豪華なメンバーだったりするじゃないですか。すごいですね。この時間にこの選手いるよ、うん、いるんだみたいな、客観的に見て。え、どうですか、小川さんから見て、うん、はい、なんかどの選手期待してるとかっていうのは。うん、期待ですか。まあ、中山選手はそう好きなのでもちろん期待はしてるんですけど。はい、あ、私北爪選手もプレーが好きで、はい、結構北爪選手も走るじゃないですか。走りますね。で走るし、あのクロス上げるのも上手ですし、まあ、サイドバックで結構攻撃的なサイドバックなイメージがあるので、はい、うん、なので、まあ、得点をバンバン決めてほしいな
ていうのはありますね。まあ、もちろん守備にも貢献してますし。そうですね。そう、でも井林選手もね、やっぱり山口戦で、はい、あの得点も決めてすごく注目されてる選手なので。はい、ね、YouTube でも見たんですけど、はい、ありました。今井選手好きですね。そうそう、なんか好きになっちゃいますよね、よりそうですね。まあなんといってもやっぱり権田選手は欠かせないかなと思うんですけど、すごいですよね。すごいですよね。なんかもう当たり前に止めちゃったり、はい、まあその、うん、仕事プレーしてるから、はい、まあ、なかなかあの注目されてないかもですけど、まあ、みんな分かってることだから、はい、でも毎回のこのなんだろう、一つ一つの判断が素晴らしいっていうか、はい、そう、なんかその、うん、止めた後がすごいんですよね。その相手のセットプレーで、うん、ボールが上がってきて、うん、権田選手がボールをキャッチして、はい、すぐに蹴るじゃないですか。そう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 、うん、そう、だからもう相手がカウンターをすぐ食らいやすくなっちゃうから、うんうんうん、下手にちょっと悪いボールを入れにくくなるし、うん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 、向こうがそう、だから本当にあっという間にカウンターが始まるんで、うん、そう、しかもすごい精度やばいですよね。やばいですね、精度もそうだし、そのよくそこを見てるなっていう権田選手の、うん、確かに、うん、そうですよね、速さが。そうですね、あの権田選手のこの前 NHK のなんか特集の番組があったんですけど、はい、そう、それ見たんですけど、やっぱりなんか相当なトレーニングだったりされてるみたいで、はい、うん、やっぱりなんかあのワンランク上のキーパーなんだなっていうふうに改めて思いましたね。はい、移籍しないでほしいですね。そうですね、なんかみんなそうですね、みんないい選手なので、みんな大事ですね、はい、そうですね、ね、うん、本当そうだな、うん、あとそう、あの秋葉監督になって、はい、まあ、秋葉監督ってすごい情熱的な攻撃的な人じゃないですか、はいはい、でそういう秋葉イズムもあると思うところが、やっぱりなんか何なんかぶつかっていくっていうか、はい、なんだろう、正面からぶつかっていくっていうと言い方おかしいですけど、はい、なんか本当に気持ちだったり体だったり、なんか 120% ぐらい毎回プレーで出してくれてるような感じの印象があって、はい、うん、そうですね、それも見ていて気持ちいいし、うん、うん、面白いなっていうふうに思うんですけど、やっぱ監督がそうやって熱い監督だと、うんうんうん、選手もその感化されるというか、うんうんうん、そう、同じテンションになるので、うん、やっぱりそこはいい刺激になってると思いますね、選手が。うーん、そう、砂肝さんにそうお聞きしたかったのが、はい、そう、監督ってまあ成績によって変わったりもちろんするじゃないですか、はい、でも選手はそこまで変わってない、はい、そのままだ、そのままじゃないですか、はい、でも監督が変わると、まあ、今回もそうですしチームって結構変わる、はい、ガラッと変わったりするのって、ね、はい、なんでなんか単純な疑問なんですけど、やっぱり監督次第でその考え方ってすごい変わってくるので、今のその秋葉監督って前の監督と180度違う考えを持ってるので、だから今なんだろう、選手が新鮮な感じで戦えてるのかなって思いますね。ああ、なるほど、新鮮な感じ、うんうん、なんか見てる限りでも本当楽しそうな感じですよ ね、 そうですね、楽しそうって言ったらですけど、なんか、うん、あの勢いがありますよね。ありますね、うん、うん、そうか、監督でまたそんなに変わるんですね、やっぱり、うん、うん、今まで逆にエスパルスの、はい、まあ、歴代見てきたと思うんですけど、はい、まあ、砂肝さんが好きな監督とかっています？長谷川健太
監督とか、あと、わりかし賛否分かれるんですけど、ごとき監督って。ああ、よく聞きます。結構賛否分かれますね、確かに。そう、賛否分かれるんですけど、はいはいはい、その監督も結構好きだったんですよ、ね。というのは、まあ、長谷川監督はどんな感じで、どうして好きだったんですか？長谷川健太監督は結構、性格っていうか、そういうのがちょっと秋葉監督に似てるのかなって思ってて、ちょっと秋葉監督ほどじゃないんですけど、はい、結構情熱タイプで、そう、それでなんか、まあみんなその健太監督についていくっていう感じのプレーをしてて、みんながその選手がその長谷川健太っていう人物をリスペクトしてる感じがあって、この監督だから頑張れるっていうモチベーションがすごい伝わってきてたので、それは良かったなぁと思うんですけど、でも今の秋葉監督も大好きですね。まさかちょっと。はい、なんか実績があまりなかったので、ちょっと不安だったんですけど、そうだったんですね、ちょっとここまでいいと思わなくて、びっくりしました ね、 なんか毎回のあのインタビュー試合後とか、まあ、試合前もそうですけど、はい、あのコメントもなんかちゃんとサポーターだったり、はい、そういうところまで気にしてくれてるじゃないですか、はい、なんかそういうのも嬉しいですしね。そうですね、なんか本当ついていきたいなって思える人物ですよね。そうですね、そのゴトッピー監督、どんな監督ですか？まあとりあえずエスパルス伝統のサイド攻撃を徹底的にやるっていう監督だったんで、はいはい、その攻撃にすごい迫力があって、その当時結構チームがメンバーが揃わなかったり移籍したりっていうことがあって、ちょっと選手レベルがちょっと低下してた中だったんですけど、その中でもその選手個々のその武器ってなるものをうまく引き出してたのかなって自分的には思うんですけど、へ、でもまあなんかちょっと厳しい監督だったんで賛否が分かれるんですけど、そこで P が、そうだと思うんですけど、はい、厳しいっていうのはなんかなんで分かったんですか？いや、なんかこれはでもなんかみんなが厳しいって言ってたんで、なんか練習か何か分かんないんですけど、なんかちょっとチーム的にもピリピリした感じだったんですかね、もしかして。あ、なんかそうですね、あんまし、なんか健太監督にはついてくけど、ごとび監督はみたいな、そういうなんか選手の気持ちがあったらしいですね。まあ、でも砂肝さん的には割と好きっていう。そうですね。はい、そういうことですね。うん、まあでもそう考えると秋葉監督はなんか本当にね、秋葉愛されてますよね。サポーターからもそうですし、はい、きっと選手からも、なんかルヴァンカップで若手が結構起用されてるんで、その小川さんが気になった選手というか、はい、この選手いいなとか、そういうのがいれば教えて。ルヴァンカップの、はい、ちょっとまあ結果的にはすごく残念な結果ではありましたけど、はい、そうですね、はい、あれですね、小竹選手とか、あ、好きですね。まだ17歳とかですよね。そうですね、高校生。そうですよね、はい、小竹選手はまあ、足も速いし、なんか自分で切り込んでいける力ありませんか？ありますね。なんか小竹選手は本当に小川さんの好きな選手だろうなっていうふうに、確かに。ちょっとそうですね、
YouTube の動画見てても、はい、その結構なんだろう、チームのために走る選手を結構好きですよね。めっちゃ好きですね。バレてますね。そう、走る、そうですね。うんうん。はい。そうそうそう。そうだから、うんうん、これがまあ何年後かになるかわかんないんですけど、うん、まあ、早ければ3年後とか4年後とかに、うん、そう出てきて、うん、見れるんじゃないかなっていうふうに。いや、そうですね。今、ん？こう起用されたのが、はい、左でしたっけ？左ですね。左サイドバック。バックか、そっか。そうですよね。また、うん、数年経ったら体格も変わりますしね。そうですね。うんうん、はい。そう、小竹選手楽しみですね。うん。うん、いやでもルヴァンカップはルヴァンカップで。はい、まあいろいろ課題もきっとあったのだと思うんですけど、なんかそう、はい、若手選手見れて、まあ、なかなか面白かったっていうところはありますよね。うん、そうですね。なんかこれからのエスパルスを背負っていく選手たちなので、なんか結果だけ見るんじゃなくて、うん、そのうん、いろんな選手が、うん、若い選手がいるっていうのがワクワクしますよね。うんうん、そうですね。でそれを起用したで、ね、あのベンチメンバーも本当高校生で5人しか入れなかったところ、そうそう、はい、そのなんか秋葉監督 の、 何その考え方っていうのもいいですよね。はい、そうですね、うん、多分他の監督ではそんなことしなかったと思うんですけど、うん、なかなかやっぱないですか、ああいう感じ。ないですね。ないですか。そうなんだ。 ああいうのはちょっと見たことないですね。あそこまで極端に変えるっていうのは、そうですよね。はい。うん、まあでも本当いい経験になりましたよね、きっと。そうですね。若手選手には、うん。うん。絶対これからその選手たちには生きてくる経験なので、うんうん、本当にいい財産だと思いますね。ああ、本当そうですね。まあ楽しみにしたいと思います。はい。はい。あと、あ、ごめんなさい、もう一個いいですか。あ、大丈夫です。北川選手、なんかあの神谷選手が北川選手を大宮戦で選んだじゃないですか。はい。北川選手と岸本選手がいて。そうですね。なんかそれも結構熱いですよね。はい、そうです ね、ちょっと思いました。ですよね。それはああいう時の心境って、はい、ま、全然サッカーやったことないから分かんないんですけど、まあ、はい、どっちかといったらあの場合岸本かなってって思うけど、まあどっちもいけるなっていう状況で北川選手に出したじゃないですか。はい。それってやっぱり神谷選手的にも北川選手何にシュートを打たせてあげたいじゃないけど、はい、決めてほしいっていう気持ちがもちろんあったんですかね。はい、だと思います。それはあると思います。いい話。本人から聞いてないから分かんないけど、きっとそうですよね。いや本当にそれはあると思いますね。うん、はい、まあ、今後より攻撃的な、はい、うん、エスパルスで、まあ、優勝を目指して、うん、まあ、結果的に昇格をしていってほしいとは思うんですけど。はい、みんな思ってると思います。はい。はい、もうみんな強く思ってるんですけど。やっぱり1年で上がらないと厳しくなっちゃうんで。うん、そうですね、うん、はい。昇格しましょう。まあ応援頑張りましょう。そうですね。応援と、はい、まあなんか祈るぐらいしかできないかもですけど。はい、まあ、あの応援頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。またお願いします。はい、お願いします。